来たぜ。力だけを。力狂うのが悪いってのか。てっと。よっ。あれ。
ハンデをもらってこの様か。これがあんたの言う怯えってやつなのかもしれねえな。自分をわからねえ野郎が自分を信じることなんてできねえ。それが分かっただけでも儲けもんだったぜ。王の元に戻る。力ばかりの盾かもしれねえが、自分のできることを信じてやり尽くしてみせる。お前を盾と認めよ。迷いや怯えは死を払う。己の弱さを認めぬ者に王の盾たる資格はない。お前は強靭な肉体に見合う心を備えた。選ばれし王と共にあるのがお前のような男でよかった。じゃあ、この刃を返して私の力を託そう。かつて強靭な精神を持った男が私の腕を切り落とした刀だ。こいつは生きているなら、あの精神に見合う戦いの術を十分身につけているだろう。そうか、なら遠慮なくもらうぜ。さあ行くがいい。いかなる迷いにも決して惑わされずに、選ばれし王のルシス最後の盾として。世話になった。